秘密地下組織のリーダーマルコに導かれた一行はついにアンゲルス教の総本山があると言われている悪魔の海峡の場所を特定することに成功した。しかしその旅の途中、彼らはマルコの強引なまでの勧めによって切り立った巨大な山脈に閉ざされ、異端審問官たちの支配すら及ばぬ辺境の町ソドムとゴモラへと向かうことになった。マルコの話によると、この2つの町は奴隷制度に批判的な一部の黒き羽の人々と白き羽の人々が集まって作り上げた、別名を背徳の都とも呼ばれる彼らの一大軍事拠点の一つで、滞在であるはずの平等や人権をあえて基本理念に謳い、お互いの羽の色に関係のない町づくりを目指した白き羽の人々の理想郷だというのだ。だがそこで彼らを待っていたのは、予測すらしえないほどに平等な二つの正義の戦いへの誘いだったのだ。お、あれが白き羽の者が自由に暮らせるっていう噂のソドムとゴモラの町か。はい、どちらの町でもお互いの羽の色にはこだわらず、お互いが一緒になって自分たちの町づくりをしているそうです。おまけに現在ソドムの町を統治しているのは、もともとは白き羽の奴隷の出身者なんですよ。そいつはすげえや。僕も早く行ってみたいな。それではまずソドムの町に向かいましょう。彼らの行動の思考性を論理的に判断するには、まだまだ情報を集める必要がありそうですね。あなたは救世主様だ。救世主様たちがお付きになられたぞ。おい、救世主様じゃないのか。ようこそ我がソドムの町へ。私がこの町の代表のスタンと申します。ケルベム殿から連絡を受け、皆様が来るのを心待ちにしておりました。すごい、本当だわ。白い羽の人が漁師をしている。ここには常設の投票所があって、私も投票によって公平に選ばれたんですよ。それよりどうですか、この建物。これほどのものを作る技術はここソドムを除いてはどこの町にもありません。羽の色などにこだわらず、優秀な人材に重要な仕事をしてもらったおかげなんです。さあどうぞこの町を見てやってください。
Check it out, show.